それでは、始めたいと思います。翻訳を通してのコントリビュートとはということで、今日は三宅さんと、立花さんにお話を伺いたいと思います。ファシリテーターというか司会は会が進めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずは、お二方の自己紹介ということで、こちらの順に、三宅さんの方から自己紹介をお願いいたします。こんにちは、三宅いつ子と申します。ある消費者、ある、消費者問題関連の団体に勤めていて、ウェブ担当をしています。ずっと在宅勤務をしていて、ワードプレスを毎日触っています。毎週金曜日の黙々翻訳会に、参加させていただいています。以上です。はい、ありがとうございます。後ほどもうちょっと詳しいお話をしていただくので、はい、ありがとうございました。続けて立花さんにお願いできますでしょうか。はい、こんにちは。立花と言います。よろしくお願いします。私は IT 系の会社には勤めてるんですけども、仕事ではワードプレスはやってなくて、ブログを書いたりとか、ここに書いてるように、ちょっとコミュニティの方で、活動しています。先ほど三宅さんが、ご紹介してくれましたけども、毎週金曜日の夜に、黙々翻訳会という形で、みんなで、ワードプレスのいろんなものを翻訳するような会をやってます。あと、二子玉川のワードプレスミートアップっていうのもやっています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。高田とも黙々会の方にずっと参加されていらっしゃるんですけれども、立花さんは黙々翻訳会の主催という形なんですよね。そうですね。はい。黙々会なんで、時間だけ決めて、皆さん翻訳されてるっていう感じで、あんまりなんか、主催って感じじゃないんですけど、はい。一応リードみたいな感じでやってます。はい。ありがとうございます。今日はその黙々会のお話も最後にしていただくので、皆さん楽しみにしていってください。続きまして、まず翻訳コントリビュートとはということで、立花さんにお話を伺いたいと思います。立花さん、よろしくお願いします。そうですね。今の、番組をご覧になっている方であれば、なんとなく、翻訳するんだろうなっていうことは、お分かりいただけてると思うんですけども、具体的にどういうことをやってるのかっていうのを、ちょっと簡単に紹介しますと、まずワードプレスの本体、これコアっていう言い方をしたりするんですけども、ワードプレス本体ですとか、テーマですとか、プラグインですとか、そういったもので、画面に表示される文字列ですね。その文字列の、翻訳を、やるっていうのが、まず大きな、コントリビューションになります。で、こちら紹介してますけども、翻訳システムを、準備してもらってますので、特にこの専用のツールを使ったりですとか、難しいなんかこう、コマンドを覚えたりとかいうのは必要なくて、この翻訳システムっていうところで、文字列を一つずつ翻訳するっていうことができるようになっています。あともう一つ大きいので、ドキュメントの翻訳っていうのがあって、以前はですね、ワードプレスのドキュメントっていうと、コデックスっていうところに、もう開発向けの情報からユーザー向けの、使い方まで、いろんなことがコデックスっていうところに、まとまっていたんですけども、最近はそちらからですね、別のところに、移動しているんで、今ちょっとこのコデックスっていうのは、もうメンテは全然されてない状態です。で、大きくこの二つに分かれてまして、一つが、ワードプレスのユーザーガイド、ユーザー向けの使い方の、説明を書いたドキュメントが、こちらリンク先にあります。で、残念ながら、すべてが、日本語になっているわけじゃなくて、英語のものを日本語にしようとしています。それとは別にですね、開発者向けだったり、デザイナーさん向け、あるいは、コミュニティのリードをする方向けに、各種ハンドブックっていうものが、用意されています。
で、これも、ボランティアの方々がそれぞれ、翻訳しています。これも、すべてが全部日本語になってるわけじゃないんですけど、主なものから、翻訳しようとして、皆さん、やられているって感じになります。こんな感じなんで、翻訳コントリビュートって言っても、広くいろいろあるんですけども、できるだけ日本語で読めるものを増やしていこうっていう感じでやってる活動になります。なるほど。ワードプレスの本体というと、もう管理画面とかなんかで出てくる、文字列を翻訳されてるということなんですよね。あ、そうですね。あ、それが一番わかりやすいですかね。はい。テーマとかプラグインとかは結構もうすごい数ありますけれども、そういうふうなのも、一つずつやっていくことになるわけですかね、やっぱり。そうですね。なので、全部のプラグインとか、全部のテーマっていうのはやっぱ難しいんで、人気のあるものとか、自分が、よくいらっしゃるのは、自分がお仕事で使われてるプラグインをちょっと、日本語化しときたいっていうのが、いらっしゃいますね。そうすると参加することで、自分の好きなものとか、あとは自分が普段使ってるものを、優先的に翻訳したりってこともできるわけですね。そうですね。これ逆に甲斐さんにお聞きしたいんですけど、あれですかね、お客様に納品されるプラグインが、英語だと困るとか、そういうのはあったりするんですかね、お客さんによっては。いや、あんまり望ましくないのかなと思います。いきなり英語のプラグインじゃ、やっぱちょっとね、ちょっとそういうのを翻訳するのかな、ちょっとわかんないですけど、私はあまり、英語経験そうですね。やっぱり日本語ですとお客さんも嬉しいでしょうし、はい。自分もサポートする面では嬉しいですよね。あ、そうですね。お客さんいきなり英語の文字列を言うのも厳しいそうでですすね。ね。このなんたらっていうところをこうしてくださいって言っても、多分説明するだけで結構手間になるみたいな感じですもんね。そうすると結構あれですね。自分が普段使っていて、こういうのをこうやっていきたいっていうのを、自分の希望に沿ってやれるので、割と約束があるっていう感じですね。そうですね。自分が翻訳したいものを訳すっていう感じですね。なんか、コーディクスは結構昔私もお世話になったんですけれども、今ユーザーガイドと各種ハンドブックということで、各種ハンドブックということで、すいません、戻ってしまいました。各種ハンドブックということで、まだ結構翻訳されていなかったりっていうところが割とあったりすると思うんですけれども、検索をかけると、まだコデックスの方が出てきたりっていうのが結構あって、そうすると結構情報が古いので、結局英語を見るっていう感じになりますけれども、そういうところも徐々にこう、翻訳されていってるという感じでやってらっしゃるんですよね。こちらはあれですか、トランスレートシステムがないので、どういう形でやってるんでしょう。そうですね。とてもいい質問ですけど、直接、結局このユーザーガイドも各種ハンドブックも、ワードプレスでできてますんで、最終的にはそのワードプレスにログインして、日本語を書いてるような感じですね。一部自動化されてるものとかもあるんですけども、基本は、例えばこのユーザーガイドですと、この JA ワードプレスオールスラッシュサポートっていうところに、直接ログインして日本語を書いているような状況ですね。日本語を書くにあたって、皆さん辞書とかでやるんですか？そうですね、皆さん。辞書をひ、ひ、こう、横に置いてみたいな。そうですね、はい。三宅さん、どんな感じですか？私は、Google 翻訳や DeepL と、日本語の辞書ですね、を使い日本語の辞書っていうのはどういうことですか？送り仮名とか漢字とかを、何ですかね、普通に、汎用的に
読めるような、どういう表記をするという辞書があるんです。だっああ、たっけと思って。なるほど。そういうハンドブックがあって、記者ハンドブックっていうんですけど、それを見ながら、送り仮名を直したり、漢字でありすぎるところはひらがなに戻したり、ということをして読みやすくしています。ああ、なるほど。そうすると、次のスライドに行くんですけれども、今ちょっとお話しいただいたのは、翻訳の流れ的な感じになると思うんですけれども、こちらの方は、もう、なんていうんでしょう、システム化されてるみたいな感じなんでしょうかね。そうですね。先ほどの一つ前のスライドにあった、コア、本体とかテーマとかプラグインの場合はですね、この上の方の翻訳システムっていうのがあって、これは本当にもうシステム化されてるんで、ちょっと想像つかないんですけど、と思うんですけども、テーマとかプラグインの文字列がもう全部、英語のものが全部登録されてるんですね。何万ってあるテーマとかプラグインの全ての文字列が全部もう翻訳してくださいっていう状態になってるんですね。しかも日本語だけじゃなくて、何十である、各言語、例えばフランス語とかドイツ語とか、今ワードプレスがサポートしてる全ての、言語に、英語から翻訳できるような形で準備されてるんですよ。中どうなってんだって感じですけど。はい。ああ、なるほど。あれですね。中身は大体想像つくんですけども、結構文字列を、文字列として登録するんではなくて、あれですよね。中は、英語化システムと多言語化システムみたいのがコアに含まれていて、それに沿って文字列を、記号というか、名前をつけて、それに翻訳ファイルを当てて、で、例えば、ここにある初めの一歩だったら、初めの一歩っていう文字列をファーストステップみたいに名前をつけて、それについて、各言語の、言語ファイルの中にファーストステップを何って入れるのかっていう、そういうような形で、その言語ファイルに相対するものが全部含まれてるって形になるんですね。だから、誰かが手動で登録するわけではなくて、プログラムを書いた人は最初にそういうふうに、ファーストステップは、英語はファーストステップみたいな。日本語はじゃあこのファーストステップに当てるやつは、ここのファイルのこれ書いてくださいみたいな感じになってるんですね。なので、はい、もし、その初めての方はっていう紹介をさせていただいてますけども、こちらの最初のリンクをクリックするとですね、画面の、スクリーンショットとかも貼りながら、どういった形で、翻訳を進めていけばいいかっていうのが紹介されてるんで、見ていただけると。大きい流れはですね、はい、先ほどからご紹介してます、このトランスレートワードプレスオーグっていうシステムに、アカウントをまず準備しなきゃいけないんですけども、アカウントを準備いただいたらもうそこにログインして、日本語を翻訳したいんですよ。どのテーマ、どのプラグインを翻訳したいですって言って、あとは、中に書いてある、フォームに従っていくと、一つずつ翻訳できるような形になっているので、比較的始めやすいかなと思います。システムで入るっていうことは、例えば先ほどの細切れになっているという話でしたけど、例えば今日は、一つの単語やって、次の日一つの単語やってみたいな、フレーズごとにやっていくので、あれですかね、この文章を翻訳するっていう感じではないんですね。そうですね。それは、プラグインやテーマを作成した方の、センスもあるんで、例えば、エラーメッセージとか出すと、本当に一つの文章ですし、そうじゃない、例えば、なんだろうな、ポストとか、ページ数みたいな感じで、ポンと単語が並んでる時もありますね。じゃあ意外と簡単な英語も、あ、多いです、多いです。簡単な英語も非常に多いですね。
あ、なるほど。じゃあ別にこう、翻訳力というか、英語を深く理解している必要もあまりない感じですかね。あ、そうですね。普通にワードプレスを使われている方であれば、常識というとあれですけど、普通に使われている単語が並んでますので、例えばアクセスみたいなのとか、ログインみたいなのとかもありますので、はい、そういうのを選んでいただいて翻訳いただくんでも、はい、大丈夫です。なるほど。割とじゃあ始めやすいという感じなんですね。私、最初すごい難しいと思ってたんですけれども、やってみるとそう難しくなくて、上の方に英語がザーッと流れていて、それが文の時に、やその文字列の時もあるんですけど、それを訳して、で、セーブっていうのを押すと、後でチェックしてくださる方がいるので、で、よかったら、承認、アプローブしてくださるし、ダメだったら、パジーって、になって、もうちょっと考え直しなさいよってしてくださるので、間違った訳をすること、間違った訳を、流してしまうこともないし、ゆっくりできるので、安心して始めることができると思います。あ、なるほど。誰かがチェックしてくださるんですね。そうですね。で、最初は私、エラーをエラーって、カタカナで、カタカナにして、セーブを押したら、アプローチしていただいて、なんかとっても嬉しかったので、最初はそういうところから、私の場合は始めました。あ、なるほど。あ、簡単なに英語を、まず最初にやってみて、徐々にこう手を広げていくみたいな感じで進めなんていか、けるっていう感じなんですね。小さいことがの積み重ねなので、できたら面白いですし、ああ、そうですね。自分の書いた日本語というか、がそのまま採用されて画面に表示されたら、ちょっと感動するかもしれないですね。そうですね。あと、うん。これは、この人が翻訳したんだよっていうのが、ちゃんと記録に残りますんで、そのプラグインのああ、なシステるムに。ほど。顔写真付きで載りますんでほね。うほ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 う。何個やったってのが出るんで、やっぱちょっそうとで大すきいと思うんね。ですよね。あ、コアコントリビューターとかってダーッと出てきますもんね。そうコですアとかね。だったらはい。ね。ちょっと変な言い方ですけど、あんま誰も翻訳してないプラグインだと、自分の子供みたいな感じで、これをもう俺が全部翻訳するんだ、みたいな感じ、ありますよね。なるほど、なるほど。あ、それは結構すごいかもしれないですね。なんか、自分の、子供というか、紹介されるっていうのは結構こう、モチベーションになりますよね。大あ、きそな。う思いますね。私も最初やっぱりこう自分がこう翻訳したっていうのが、出るのはやっぱとても嬉しかったですからね。そうですよね。ああ、なるほど。次は Q&A ということで、今、ちょっと嬉しかったことみたいな感じの話もちょっとありましたけど、ちょっと、お二人に聞いてみたいと思います。翻訳コントリビュートのやっていること、具体的に、立花さん、三宅さんが何をやっているのかなということもあると思うんですけど、この辺はどうでしょう？立花さんの方からお話伺えますか？そうですね。私は、先ほどから出てますように、そのプラグインとか、ワードプレスの本体の翻訳をやっています。特にプラグインは、ブロックエディター、グーテンベルクのプラグインは、開発が非常に早いので、その割にというか、とても重要だと思っているので、できるだけその日本語は、優先して翻訳するようにしています。あまり、リリースされてから時間を置かずに翻訳するように、努力してます。あとは、先ほど三宅さんがおっしゃいましたけど、他の方が、プラグインの翻訳したのを、レビュー役をやってるんで、そのレビューをしています。なるほど。なんか、グーテンベルグとかそのあたりは使う人も多いですね。
そうですね。あと、まあ、細かい話になりますけど、やっぱ言葉が、既存のものとぶつかったりすることも結構あって、まあ、悩みつつ、間違いもしつつ、悩みつつもって感じですね。グーテンベルクとかだと新しい言葉も出てきそうですよね。あ、そうですね。新しい言葉も出てきて、できるだけ既存のものを使い回すようにしてるんですけど、どうしても新しい概念とかが出てきてしまうので、あんまり責任を感じてもしょうがないんですけど、できるだけ、馴染むような形でやろうとはしていますね。はい。ああ、なるほど。まあ、でも、他の方のやられたのをチェックされるということは、そういう経験のある方がチェックしていただけるということで、他の翻訳する方は、なんか安心ですよね。あ、それはもう全然、先ほどから何度もおっしゃってますけど、はい、お気軽、ぜひお気軽に、お気軽に、怒ったりしませんっていうと、あれですけど、みんな、私も最初すごくチェックされたんですよ。こんなん、この、別に、日本語のクオリティで、何か言うことは絶対なくって、そうじゃなくて、ルールがあるんですね。ワードプレスの、例えば一番わかりやすいのは英単語は半角ですね。半角なんですね。まあまあ、今はだいたいもう普通になってきましたけど、まあ前回、記号とかも半角なんですよ。カッコとか、びっくりマークとか、ハテナとか。でもそういうのって、例えば他の、会社のマニュアルとかだと、ハテナは全角のところもありますし、印刷関係でも多分ハテナは全角だと思うんですけど、ワードプレス半角なんですね。そうした、ルールが決まってて、それどうしても初めての方はわからないんで、そこら辺は全然気になさらずに、まあ、翻訳いただいて、レビューの時に、私から、これこうしてくださいっていう形でガイドがあるんで、お気軽にやっていただければなと思います。はい。そうですね。はい。三宅さんの方はいかがですか？今やってらっしゃることっていうのは。先生の立花さんのおかげで、いや、翻訳をできているようなもんなんですけど、主に自分や、勤め先が使っているプラグインの翻訳をしています。最近は、どうしてもやりたくて、ドキュメントの翻訳も、始めています。そう、翻訳のルールっていうのは、何度も、見返しながらやっています。時々増えたりするので、用語集ですね、は気をつけてみるようにしています。なるほど。まあ、そういうルールって身につけばなんか、勝手に自分がやってくれそうですけどね。身につくまでがちょっと、こう、レビューで何回も指摘されたりっていうこともありますけど、指摘されるんだったらそれはそれでありがたいっていうか、いいですよね。はい。そしたら、お二人がなぜコントリビュートを始めたのかという、そのきっかけとかもついでにお伺いしようと思うんですけれども、この辺いかがでしょうか？じゃあ、三宅さんから。はい。私はワードプレスのおかげで、ずっと仕事をしていって、最初ワードプレスを知って、それから、HTML や、いろいろな、言語とかも勉強することができましたし、学校に行くきっかけにもなりまして、すごく感謝してるんです。で、3年くらい前に、自分で今まで会社のホームページは、ワードプレスを自分で作ってたんですけど、外注してくださることになって、じゃあ、他のことをしたいなと思って、じゃあ、翻訳したいなと思って始めました。神奈川県のミートアップで、本当に手取り足取り教えてくださって、で、それで始めることができました。ですので、私でもできます。ですから、ぜひ皆さんもやってみてくださいって言いたいです。はい。ありがとうございます。立花さんはどんなきっかけで始められたんでしょうか？
私はその時コデックスを使って、ワードプレスのブログを書いて、作ってたんですけども、情報が古かったんですね。英語よりも。後で気づいたんですけども、日本語の方が古くって、で、なんか違うなと思ってたら英語の方はもう更新されてたっていう時があって、で、その時に、はい、なんでかなと思ったら、まあ今もですけど、当時も翻訳される方の手が足りてないっていう感じだったんで、それで、まあ直したいなっていうのと、あと純粋にこのオープンソースとか作ってる人たちがいるのは、なんとなくは知ってたんですけど、自分自身がそこにどういう形で関われるのかとか、そういったものは全然わからなかったので、まあ、翻訳は比較的ハードルが低いんで、そこからちょっとやってみようかなっていうのが本当に最初でしたね。で、それで、まあ今みたいにワードプレスのお友達ができたりとか、こういった場で話したりできるようになったんで、私もすごく、きっかけは翻訳でしたし、非常に今感謝してますね。なるほど。あとは、あれですね。まあそういう活動をしてるうちに、英語のドキュメントもそんな 追いついてないということに気づいてですね。はい。英語の方のドキュメントも、直したいなと思って、直していい？って聞いたら、割と偉い人が、どんどんやれと。どんどんやって、もし間違っても誰か直してくれるから、好きにやりなさい、みたいな感じのことを言ってもらえたんで、まあ、正直英語もそんな自信があったわけじゃないんですけど、まあ、やっていいんだって感じでやり始めて、結果的には、本家の方のドキュメントも、まあ今活動してるような感じですね。なんか、すごい世界が広がりますね、お二方とも。ワードプレスと翻訳を通じて、すごいいろいろ世界が広がったっていう感じなんですけれども。楽しかったことっていうのは、先ほどちょっとお伺いしたりしてたんですけども、苦労したことっていうのはどんな感じでしょう？どうみでゆきしょさん、なんかあります？苦労う？し たこと。苦労したこと。私、なんか、フォローしてくださる方がいっぱいいらっしゃるみたいだから、あんまりないのかなという気もしないでもないですけど。そうですね。皆さん、助けてくださいます。私自身が、この翻訳を長く続けていきたいので、根を詰めないこと、ということと、途切れないこと、コンスタントにすることと、立花さんには申し訳ないんですけど、上達しないことということを決めて、やっています。なので、苦労しそうな時は、苦労するまではやらないことに、自分で、どうしようかなと思っています。常なんかに大切なことですよね。黙々会はとっても楽しいので、毎週金曜日は楽しみにしています。仕事でいろいろやっぱり引きずってしまうこともありますけど、まあ金曜日の夜はここでなんかいろんなものが、お風呂に入るように、赤を流してというか、汗を流してというか、なんかちょっと気分が変わるんです。だから、それはとっても感謝しています。でも、カイさん、ちょっと例外があって、私、ドキュメントがどうしても訳したくって、訳したいところがあって、で、それは、頑張りました。つい最近とっても頑張りました。それも、教えてくださる方がいて、で、みっちり勉強しました。なるほど。まあ、苦労したけど楽しいという感じなんですね。私ちょっと知ってるんですけど、あれですよね。コアコントリビューターハンドブック、浜野さんっていう方がリードされてる、コアコントリビューターハンドブックっていう、コア、ワードプレス本体をどうやって開発するんだっていうような、割とテクニカルにも、思想的にも
非常に深い、一番根幹をなすハンドブックがあるんですけど、そこのページを、三宅さんがどうしてもやりたいとおっしゃってですね、まあ、今もですけど、やられてるんですよね。最近はどんなページ訳したんですか？いや、そっか、アワフィロソフィーっていうところだ。フィロソフィーですか？哲感覚。学なんですけど、どんなにして、開発をしているかっていうこととか、1年に3回バージョンアップをするのはなぜかとか、ワードカ深いンプなで私たちが、しようとしていることとか、本当にリスペクトするというか、ワードプレスに関わってられる、作ってくださってる方に、尊敬すると思いました。なんか、すごい感動したので、訳させていただいて、よかった感あ。じ、よかったです。本当に、う嬉しん。くなっております。うん、すごいんでなるほす。すごいんど。ですよ、本当に。そんな文章があったんですね。私もあ、あ知るらんなでかっす。たですね。じっと見てると、やっぱり読めてくるもので、時間がかかりますけど、やってみたいと思います。あ、ぜひ、三宅さんの日本語を楽しみに読みます。でも、もうちょっとなんかね、もうちょっとちゃんと英語変えてくれたら分かりやすいのになっていうところもあり。それは言っていいんじゃないですか。翻訳者として、あんたの英語は分かりづらいんで、ちょっとなんとかならないですかと。まあ、どうし技たら術いい者の？の方はあれですよね。その技術者が技術者に対して、話す言葉と、技術者が非技術者に話す言葉っていうのと、なんとなく違うので、多分コアハンドブックは技術者が技術者に対して話す言葉じゃないですか。と、技術者じゃない方がそれを理解したり、翻訳したりっていうのは、割とすごいハードル高いのかなっていう気もしないでもないんですけど。私の訳しているところは書いてあるんですけど、その PHP のバージョンも知らない、そのバージョンアップのこともよく知らないエンドユーザーのためにワードプレスはあるのですって書いてくれて、そこの点で、私は訳してもいいんだなって思いました。あ、いいですね。いい話そだうなんですな。よ。いいんです。なんかすごい嬉しくなってしまいます。ぜひ。一緒に訳したい、訳してもらえたらなぁと、私だけではなくて関わっていただければなぁと思います。なるほど。もう今後やってみたいことみたいな感じで、そういうふうな話もあると思うんですけれども、結構なんか、あれですかね、三宅さんは、まあ、コアコントリブートを続けるみたい。ハンドブックですか？の、翻訳を続けるみたいな感じのことかなと思ったんですけれども、立花さんは、今後やってみたいことっていうのはどんなことがあるんでしょう？そうですね。もう、季節として、三宅さんがおっしゃったのと結構近いんですけど、続けたいなと私も思ってる。もうちょっとワードプレスで遊んでいたいな。ワードプレスのコミュニティっていう中で活動していたいなと思ってるんで、まあ、できるだけ嫌にならないように、あるいは飽きたりしないように、まあ、できるだけ頑張らないというとちょっと、語弊があるんですけども、まあ、楽に長く続けられるといいなと思ってますね。一方で若干の責任感みたいなのを感じてですね、ああ、ユーザーガイド、あんまり日本語増えてねえなとか、ちょっとこっち遅れてるなってのは、まあ、正直感じる時がないわけじゃないんですけども、まあ、はい、お仕事もありますし、他にやりたいこともあるので、できるだけワードプレスの翻訳を嫌いにならないように続けられればなという形でやってます。はい。それが、今後もやりたいことだし、そのまま続けられればなと思ってます。なるほど。すごい大切なことですよね。やっぱり楽しくないと続けられないですし、続ける上では楽しくやりたいっていうことですよね。お仕事も他にある中で、そういうふうに、ずっと続けられているっていうのは、お二方ともすごいことだと思うんですけれども。
これから始められる方へのアドバイスという感じで、どうでしょう。これから始められる方に、そうですこういね。うのはあはるい。という感じです一点だけですね。別に、ルールを理解しろ、してくださいっていう意味ではなくて、ルールがあるんですっていう、もう、ルールをご存知なくって、いっぱい翻訳されて、レビューで、こう、いっぱい指摘が入る残念なケースもよくあるんですね。なので、繰り返しになりますけど、ルールに従ってください。間違えちゃダメですよっていうんじゃなくて、ルールがあるんですっていうのを、まず知っていただきたいっていうのが一個ですね。ルールがあるんですと。で、見ていくリンク先もありますので、ご自分の独自のやり方でやってもいいんですけど、そうするとこう、ワードプレスで一応決めてるルールっていうのがあるので、それにはこう、まあ、従っていただくような形になってるんで、そこだけ、ご理解いただきたいっていうか、っていうとこですね。ルールがあります。ルールの存在を知っていただきたいっていうのが一番大きいかな。その後は、先ほど何度もご説明してますけど、システムは準備してますので、楽に始められると思うんで、一つの単語でもいいんで、取り組んでいただければなと思います。あと、質問は Slack っていう、またこれも新しいシステムが出てきてですね、ご存知ない方には、なんかまためんどくさいなと思うと思うんですけども、まあちょっと、それの入り方も、できるだけ丁寧に説明してると思いますので、まあこういうとこでやってますということをご理解いただければ。この2点ですね。質問できる場所があるっていうことと、ワードプレスの日本語にはルールがあるので、それの存在だけは知っておいてほしいなっていうのが願いですね。まあ、どこにもやっぱりルールというか、こう、ガイドっていうんですか？そういうのはあると思うので、で、それがちょっとこう、ローカルルールとかっていう感じで、ワードプレスの中にはこういうルールがありますみたいな感じであると思うんですけれども、まあ難しいものではないと思うので、そうですね。まあ、いちいち見ていただく、多分三宅さんとかはすごい丁寧に見てるんじゃないかと思うんですけど、私も適当にやって後で怒られる時もあるんで、怒られる時かな、注意される時があるので、適宜気にし、ちょっと例文とかもいっぱい載せてますので、大概の見つけられると思いますので、それでやっていただいてもいいですし、まあ、ある程度、まあ、大体分かったかなっていう感じでは、翻訳いただいて、レビューアーに任せるんでも、全然構いませんので、やっていただければなと思います。まあ、レビューでしていただけるなら、先にこう、ダーッと翻訳して、後で山ほどレビューをいただいて、そこを適時直していくというスタイルでもいいのかもしれないですね。いやー、でもですね、正直言って、いっぱい翻訳してくださる人もいらっしゃって、すごいありがたいんですけど、そうか、全部違ってると、やっぱちょっと申し訳ないなってこっちも思うんで、早い段階で、例えばですね、これは一つの例なんですけど、例えば10個ぐらい翻訳して、スラックでですね、ちょっとチェックしてくれとか言ってもいいんですよ。スラックってこの質問とかで。ちょっと10個ぐらい翻訳してるんで、レビューしてくれと。言ってくだされば、しますので、ちょっと残念ながらそのプラグインのレビューって今、何個ぐらい ?100、1000個ぐらいプラグインが待ちになってるんですよ、レビューが。それをゼロにするのも一応目標の一つではあるんですけど、なかなかこう、俺翻訳したのにレビューしてくんねえじゃんって思う方もいらっしゃると思うんで、そういう方は、遠慮なくですね、このスラックってやつでですね、ちょっとレビューしてくんないって言ってくれたら、言ってくだされば、喜んでレビューしますので、お願いします。1000個翻訳して1000個レビューって悲しいんで、10個ぐらいやって、熱心な方いらっしゃって、申し訳ないなって思いながら。そうですね。もう、あんまり多い時はね、さすがの私も、ちょっと違うんだけど、OK しちゃおうかなという時もあるんでね。そうですお願いね。します。でも、前角と半角の間にスペースとか、
英数とか記号半角とかって、技術者界隈だと割とノーマルなルールなのかなという、という気そうですね。もしあ、あます。んまりおかしいルールは、ちょっとのローそカうルであすりよますけね。ど、あんまりおかしくはないと思うんですよね。だそうですから、ね。まあまあ、とりあえずね、としてねって感じですね。そうですね。スラックに入るのには、まあ、多分、あれですね。ワードプレス、ORG の方の、アカウントを作っていただいて、ちょっと手順をはい、踏んでいそうですたね。だく手順を必要踏んがあでいりく。ますそうよですね。ね。ちょっとそこはね、ハードル高いんですけどね。でも、まあ、スラックに入ってしまう。ごめんなさい。スタイルガイドも、用語集も、そんなに長い長文ではないので、始める前に、本当に目を通すぐらいの分量ですから、目を通された方が効率がいいかなとは思います。そうですね。まあ、始める前には皆さん一通り目を通して入ってこられるのかなという気もしますけど、何にも目を通さずいきなり始めるっていう方も中にはいらっしゃるんですかね。いや、多いんじゃないですか、そっちの方が。私もそう思います。あ、そうなんですか。そういうのざっが、くり目を通すみたいな。そういうガイドがあるって知ってれば、ああ、なるほど。見ないっていう人はいないと思うんですよ。ガイドがあるんだって知ってれば、あ、じゃあ見ようかってみんななると思うんですけど、ガイドがあるっていうのを知らない方もいらっしゃるので、あ、なるほど。まずはガイドがありますっていうところですね。はい。ですね。そなんうですか今、ね。なんか、あれですね。翻訳のシステムで、なんかこう、ガイドの案内が今出るのかな？よう、よう、あ、あの、見てくださいっていうのは、リンクが出ます。あ、出で、ますよね。用語についても、提案という形で出てきなるほど。まあ、ちょっまあ、と、ちょっとずつやっていただけるといいのかなと。そうですね。そうですね。ちょっと待ってください。これで、これか。スタイルガイドというやつですね。ざっくりと、まあ、わかりやすい感じで。そうですね。10分あれば、読めそうな感じの内容かなと思いますし、それほど、こう、思ったほど多くないのかなという、スタイルガイド自体は、という感じですね。あとなんか、翻訳集とか、翻訳用語集とか、いろいろ、あ、まだここの中身からだ。初めの一歩とかもあるみたいなので、まあ、ワードプレスオーグの方に、そういうのがあるよということだけ、そうで知っていただけたらいいのかなという気がします。また、ですね、今日のコントリビュートの、お部屋とかでも、多分そういうのが、ここどこにあるのかよくわからんという方とかいらしたら、行ってみるといいはい。はい、かなと。私も、はい、そこにいるはずですので、はい、お大近くに。勢来てくださるんですよ、先生役の方が。だから、ぜひぜひ、皆さん来てください。そうですね。そこで、スラックへの参加の方法とかもついでに聞いて、あ、そうですここね。でさ、スタイルガイドを見ておく、の場所を知っておくっていうのと、それから、スラックに参加しておくということだけでもやっておくと、スムーズに、今後、黙々会とかなんかに、黙々翻訳会に、参加していくということもできるかなと思いますし、質問とかもしやすいですね。それではラストになるんですけれども、翻訳会へのお誘いということで、これは、立花さんの方からお願いした方がいいんでしょうかね。はい、わかりました。今日も、コントリビューターデイっていうかな？翻訳の場所も作られますけども、
それ以外にですね、毎週金曜日に、夜の10時から11時を目安にして、先ほど出たスラックと呼ばれるシステムを使って、チャット、グループチャット、LINE のグループチャットとかを思い浮かべていただければいいと思うんですけども、まあ、そのチャットの中で、翻訳をしています。特に何かルールがあるわけじゃなくて、この時間に集まって自分が好きな、プラグインの翻訳だったり、ドキュメントの翻訳だったりをしています。で、特に何もしなくてもですね、このスラックでどんな会話してるかなっていうのを、覗き見って言うと変ですけども、見ることもできますので、別に翻訳しなくても、ああ、こんな感じでやってるんだっていう雰囲気を、まあ、味わっていただくこともできますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、もこもこ会のお誘いという感じで、今、立花さんにもお話をいただきましたけど、今日も、もこもこ会というか、翻訳のお部屋も作ってありますので、そちらでも、そうです最ね。初の一歩はい。みたいなのをやっていただいて、で、そこで様子を見て、もこもこ会に次から参加していくみたいな流れが、割と、気軽に、知り合いもできて、行っていきなりぼっちっていう風な感じにはならないのかなという気がしますね。そうですまね。あ、あんまりスラックにぼっちっていうのはないと思うんですけども。まあ、あんまり、さっきの話じゃないですけど、これをズームでやってない理由はですね、いつ入って、いつ出てもいいように、時々、お菓子食べながらサボってても、バレやしませんので、本当お気軽に来てねっていう、ただ誰かいるよぐらいな感じですね。はい。なので、なもしるは、ほど。はい。私どう自ぞ。身がこういう時間を決めないとなかなか翻訳できないんで、忙しい、皆さん忙しいじゃないですか。なのそうで、ですね。なんか時間決めないとなかなかやらないんで、はい。その程度の感じなんで、はい。お気軽に来ていただければと思います。そうですね。誰かいて、なんか、別に喋らないけど、その時間一緒になんかやってると思えば、やっはい。ぱ励みにもなるようなそうですね。気がはしい。ますもちろんね。質問も OK です。それです。なんか、結局みんなぼっちで、もこもこ会をやってるみたいな感じなんですけど、誰かがいるなっていうのは、なんか、いい感じがします。そうですね。私は時々休みます。はい、はい、オリンピック見たいから休みます。はい。無理しちゃダメです。そうですね。週に1回ぐらい、まあ、こんな感じで、そんはい、な感じはい。で、参加してもらってみてるっていうのも、あと、なんか、スラックなんで本当に、先ほど立花さんが言われたみたいに、まあ、見て、ああ、こんな感じなんだっていう、誰が、どんな人がいるのかなっていう感そうじで、で最初の1、2回とかなんかで、まあ、こんな雰囲気か、みたいなのを見て、で、初めて、こんにちはっていうふうにしてもいいのかなっすね。ていあ、うそうふうですね。そうしていただけるといいなと思います。に。では、今、最後に、黙々さん役会のお誘いも、していただきましたけど、今日は、先ほども言いましたように、翻訳のコントリビュートの、お部屋も作ってますので、皆さん、ぜひ、覗きに来て、こんなことをやってるんだ、みたいな。で、覗きに来ていただいて、12時から、16時ぐらいかなの間には、先輩のコントリビュート、先輩コントリビューターの方も、どなたかがいらっしゃるような形になってますので、初めての方でも、まあ、ここはどうするんでしょうとか、ちょっと声かけにくかったりするかもしれないので、まあ、もしかすると、こんにちは、みたいな感じで、声をかけていただくこともあるかと思いますけど、そしたら気軽に、どうもどうもみたいな感じでやって、で、話をしながら翻訳を進めていけるような形で、最初は翻訳できないかもしれないんですけども、こんな感じでやってますみたいな話を聞くだけでもいいと思うんで、
ぜひ、そちらの方にも参加していただいたらと思います。今日はお二方、本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうごあざりいがまとうごしざいました。た。声をかけてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。